二酸処理工学の授業を始めていきます。乱択データ構造とアルゴリズム、前回からやってるんですけども、今日2回目になって発展版の話をします。まあ、発展といっても、あの、なんでしょうね。前回の内容を踏まえてということではないんですけども、まあ、2回あるうちの、えっと、2回目ということになります。それで、えっと、今日はですね、この,あの多項式の同一性判定っていうお話を、まあ、これだけをしていくことになるんですけども、まあ、これがですね、実は割といろんな応用を持っていて、 いろろんなところで、出ててきたたりりししすごごく有用ななのでそれをご紹介いいととうことになります、す、まあ、いろいろ応用はあるんですけども、その一つとして、この完全マッチングの存在性の話を一つお伝えしようかなというふうに思います。でですね、もう一つ、あの、重要な技法。まあ、これその多項式の同一性判定に限らない話なんですけども、その乱択アルゴリズム一般においてですね、この成功確率を増幅。増幅ですね。増幅。と読みますけども、福。 ですけども、えっ、ー、と、これが、あの、重要な技法なので、これもご紹介したい。で、これは、まあ、あの、単純な話なんですけども、すごく有用なので、これもご紹介します。はい。それでですね、えっと、ランダカルゴリズム前回、あの、やったんですけども、それはどういうふうに、えっと、まあ、定義というか、用語としてどのように紹介したかというと、乱数を用いる、あるいは用いてもよいアルゴリズムのこと、というふうに言いました。で、まあ、確率的アルゴリズムとか、乱数使用アルゴリズムと呼んだりすることもあるということなんですけども、あの、 なんダかアルゴリズムはですね、まあ、あの、大きく分けてという言い方するといいかどうか、いいかどうか分かんないですけども、まあ、主にですね、主に次の2種類に分けられます。で1つはラスベガス型と呼ばれているもの、もう1つモンテカルロ型と呼ばれているものですね。なんかもうこの名前が割と味わい深いですけども、まあ、そのラスベガスのモンテカルロっていうのもその、まあ、カジノがある、あのー、場所なんですよね。で、えっと、まあ、そのカジノっていうのと、このなんか乱数を使って、あのー、 アルゴリズムを動かすっていうなんかイメージが、まあ、つ繋がっているわけです。で、まあ、それを置いといて、でラスベガスとなんかモンテカルロっていうのがなんかあるんですけども、えー、っとですね。 ラスベガス型アルゴ、乱高アルゴリズムと呼ばれているものがどういうものなのかっていうと、これはですね、必ず正しい出力を行います。だからその乱数を使うことによって、正しい出力が得られない場合もあるかもしれないっていうふうに皆さん思うかもしれませんけども、前回やったですね、例えばそのクイックソートっていう、あの、アルゴリズムがあったんですけども、あれは乱数を使って、乱高クイックソートですね、があったんですけども、それはですね、乱数を使っていても必ずその結果っていうのは、そのソートされた列、整列された列がですね、数列がですね、必ず得られるわけです。だから、 段数を使っていても必ず正しい出力を行うっていうような形の段卓アルゴリズム。これがですね、ラスベガス型なんです。でそうすると、段数を使っているので、どこかでそのなんかその確率的な要素で決まる部分があったりするんですけどそれは何かっていうと計算量です。前回のその段卓アルゴリズム、えっ、ー、と、クイックソート、段卓ク,クイックソートの場合には、比較の回数っていうのが確率変数になっていて、それがその、まあ、使うラン数によって変わってくるんだけども、 まあ、期待値としては何なんですとか、高確率で何々になりますとかっていうことが言えるというような話だったわけです。ねまあ、その計算には確実に定まるということになったわけです。で、それが、まあ、アスベラス型乱高アルゴリズムで、これがまあ前回扱ったものだというふうに思っていただければよろしいということになります。で、もう一つあって、それがモンテカルロ型乱高アルゴリズムなんですけども、これは、実は新しい出力を行う保障がないアルゴリズムです。だから乱数を使うので、たまに間違う、たまにとえー、と、間違うことがある。 で、今日やるのはこのモンテカルロ型ランタクアルゴリズムの方です。で、そうすると、まあ、そのランツーを使ってたまに、あの、正しい答え出した、えっ、ー、と、まあ、たまに間違った答え出したとかっていうことがあるので、まあ、それ困るかもしれないわけですね。だからそういう意味では、まあ、ラスベガス型アルゴリズムよりも、まあ、望ましくないという面もあるかもしれないのですが、えっ、ー、と、ラスベガス型アルゴリズムの場合は、その計算量が確実に定まることが多いんですけども、えっ、ー、と、モンテカルロ型アルゴリズムの場合は、まあ、計算量は一定である。 っていうふうな、えっと、ものを考えることが多いです。だから例えば、乱数はもうなんか4つしか使えませんとか、そんな感じです。で、そんな感じでもう、あの、なんだろうな、その、えっと、計算量はもう、あの、一つ、一つ、一つという言い方でいけませんけどまあ確か、確率的に決まるものではないというふうに考えるものが多い。 ですね。そうすると何が確率的にその定まるのかっていうと、この正しい出力を行う保証がないんだけども、その正しい出力を行う確率はいくつですかとか、あるいはなんかその数値を返すような、えっと、アルゴリズムであったら、その本来出力すべき数値と、このアルゴリズムが出力してくる数値のズレがどれぐらいになるのかとかってその誤差に対する確率とかですね、そういうものが、その確率的に考えられる。 定まるようになるっていうのが、このモンテカルロ型ランタクアルゴリズムでよく、その確率を使って解析される部分になります。で、それを実際ですね、今日はこの、えっと、一つの例その多項式同一性判定という話でやろうと思います。だから今日の話はこの下の方ですね、モンテカルロ型ランタクアルゴリズムの話になるので、その点はちょっと注意していただいて、だから前回やったですね、ような話と少し経路が違うわけです。で、どういうことをやるのかってことを、 えっと、お話ししてると。で、それが多項式の同一性判定という。これを、まずその問題としてどういうものなのかってことをご紹介したいと思います。えっ、ー、と、例題がありますねちなみに。今、X に関する2つの多項式が、まずここにですね、2つありますね。さあ、この2つの多項式は同じでしょうか違うものでしょうかと。一つは、ですね、X-2 の2乗マイナス、X プラス4 X、X マイナス3、プラス2 X、X マイナス1の2乗と、こういうふうに書かれているものす。 で、もう一つは、4x の2乗マイナス 9x プラス17。これですね。で、まあ一応この多項式が同じであることっていうのを、まあどう定義するかっていうのは、まあ、いろんな方法があるかもしれませんけども、えっと、まあこ、ここでは、そのどんな、えっ、ー、と、実数に対しても、その、x を入れた時の値が p と q で同じだったら、p と q という二つの多項式が同じであるというふうに、まあ定義しましょうということにします。ですかね。で、えっ、ー、と、 だから、今考えているのは、えっ、ー、と、この x-2 の2乗マイナス x プラス4かける x マイナス3プラス 2x マイナス1の2乗イコール 4x2 乗マイナス 9x プラス17が任意の実数、どんな実数ですね。実数じゃなくてですね、実数 x でも成り立つかと。 いうことを、まあ、これ考えたいわけです。考えたいです。で、まあ、この、えっと、成り立つかってことを、えっと、文字通りやろうとすると、任意の実数 X 考えなくちゃいけませんから、それはできないわけです。もう、実数の数っていうのはもう無限にありますから、これ、この条件そのものを、えっと、なんていう明示的に確認することはできない。 わけですね。だから、なんか別の方法を考えるわけですけども、ま、あ一つの方法は何かっていうと、こ展開する。何かっていうと、この px、この上の式なんですけども、これを変形しましょうと。で、今変形します。例えば、この x-2 の2乗っていう部分はこれ、あの、展開すると。これありますね。x-2 乗マイナス -4x-4 とか、こんな感じになります。で、後ろの部分もですね、同じように、なんか展開しましょうと。で、そうすると、これ、あの、時数がですね、え、2、えっと、2のところ、x-2 乗のところをまとめられますとか、こんな感じですね。x のところ。 これもなんかまとめられました。こんな感じになると。でそうすると、これは実は 4x2 乗マイナス 9x プラス17というふうになって、この上のこの 9x という式と同じになりますね、ということになると。だから、この px と qx っていうのはどんな x に対しても同じですね、ということが言えるということで、あ同じであるとわかりました、というふうにま結論付けられる。っていうのは、ま理解できるというかあ、そうだなっていうふうに思ってもらえると思うんですよね。で、これ、このまあこれ展開は皆さんできる。 ってことは重要なんですけども、えっ、ー、と、そういうことになってるわけです。で、これはこれでいいんですけども、まあ、別の方法もあり得るわけです。何かというと、今ですね、この 9x っていうのは、4x2 乗マイ 9x プラス17って言ってるんですけどこれは、x に関する、えっと、二次式、二次の多項式。二次式なわけです。で、二次式なので、何が言えるかっていうと、同じだったとしたら、 二次式なので、三つの異なる点で評価してあげて、それが同じであれば、必ずこの二つの多項式同じになります。なんでかっていうと、二次式っていうのは一般的にですね、ax の二乗プラス bx プラス c って形で書きます。その a と b と c っていうのがその、あの、実数を使って、必ずこの形が書けるわけです。で、こんな感じで書けるので、こんな感じで書けるので、この a と b と c を実際に求めてあげるためには、x のところにですね、えっ、ー、と、三つ値を 入れてあげると、えっと、この A と B と C がこれが定まるんですね。ある意味というと X に異なる値を入れて、その時の値が何であるかってことか分かると、ABC が決まる形になりますで。で、例えばここでは X が0の場合、1の場合、マイナス1の場合っていうのを、このそれぞれこの PX、QX の X の部分に入れて、この X において、この多項式がどういう値を取るかってことを見てあげる。でそうすると P0 は、X が0の時に、ね、これ17。Q0 は17。 で、これ一致しますと。17、一致しますと。で、X が1の時にも、この P1 と Q1 を計算すると、これ12に一致しますと。一致しますと。で、X がマイス1の時に,このととこにこと、と時にこれ計算するとこ、これ33に一致しますと。で、そうすると、これは高々2次式なので、これ10高々2次式なので、3つの点で評価すれば、それが同じであれば、多項式としても同じですね、という結論が得られるということになります。一般に、D 次式、 だったら、えっと、D プラス1個の異なる点で評価すればよろしいと。ですかね、ということになる,なるので、まあ、これはすごくですね、あちょっとちょっとこれはまあすごくかどうかはあれですけども、まあ、こういう方法もあるわけですね。でこれがまあその展開する方法よりもいいかどうかとか別にして、まあ、こういう2つの方法がある。1つは展開をする。もう1つは 異なる点で、評価えっと、今その展開による方法と評価による方法ってこの二つの方法をご紹介したんですけども、まあ、良い点と悪い点があると思います。で、良い点。まず、展開による方法、良い点。同じか同じじゃないか必ずわかる。 先ほど言った通りですね。で、これはですね、多変数多公式のを使います。先ほどの多公式は、X だけが文字として現,あ現れていた、変数として現れていたわけですけども、例えば、X と Y と Z とかですね、3つ変数があっても、同じように展開とか,とかできるわけです。で、えっと、使えると。 なります。で、悪い点、一応言うとですね、これ展開、あ案外大変です。案外っていうのは、この今、あの、人間がやってるように,に,に見てますけども、まあ、人間じゃなくてもですね、これ、あの、コンピューターで別に展開してもらうとかってその記号計算って呼ばれるものは、これできるんですけども、えっ、ー、と、割と大変です。まあ、先ほどぐらいのものだったら大変じゃないかもしれませんけども、まあ、まあ、まあ、割と大変。まあ、人間がやるのも大変かもしれない。で、一方で、じゃ評価による方法ですね。これは、えっ、ー、と、まず良い点。同じか同じないか必ず分かる。先ほど言った通りですよ 次数が D 以下だってことが分かっていれば D プラス1個の異なる点で評価すれば良い。で、そうすれば必ず分かります。で、もう一つ。これも多変数多公式でも使えます。先ほどその二次式の場合には係数が3つを A、B、C とあって、それが分かればいいっていうふうに言っていたわけです。で、多変数多公式の場合でも、その係数として出てくる部分が何個あるのかってことを見ることによって、その数プラス1個ですね。 あじゃないです、じゃないです。その数 <laughs> と同じだけの異なる点で、えー、と評価すれば、えっ、ー、と、同じように、あのー、できます。が良い点。で、もう一個。評価は簡単。これがいいですね。この評価は、これはもうあの代入して計算するだけなんですね。で、展開っていうのはなんかそのなんか時数とかずっとなんか追っていかないといけなかったりとか、あと展開するとですね、すごくその項の数が多くなったりすることがあったりするんですね。 最終的には、なんか、の項が消えるかもしれないんだけど、途中の計算がすごくなんか、膨大になったりして大変なことがあるんですけども、評価はそれに加え、てと簡単です。ってことが、良いところです。で、良いところばっかりあるわけじゃなくて、悪い点もあって、多変数多項式だと、評価する点の数が多くなりますということを、今から言うんですけども、先ほど言った通り、一変数だったら、えっと、なんだろう、D 字式。 を考えたときに、その出てくる係数っていうのは D プラス1個分しかないわけですね。で、まあ D プラス1個だったのがいいでしょうというふうに思うんだけども、例えばなんか2変数関数とかになると、大変なんです。まあ2変数だったらいいけども、その一般的にその N 変数関数とかっていうものを N 式、N 変数多項式です N 変数多項式っていうのを考えたいわけですけども、ちょっとどうなるのか。こんな感じになると。今言ったように、1変数多項式で実数高か D だったら、評価する点とかで D プラス1。 なんですけども、二変数多項式だったらどうでしょうと。そうすると、二変数多項式のこんな感じで書いてます。今、これは、えっと、時数2ですね。これ、えっと、二次式だと思ってください。二次式なんですけど、そうすると、x の2乗の係数、xy の係数、y の2乗の係数、x の係数、y の係数、定数、項こんな感じになっていて、この場合は、6個の部分が、まあ、えっと、わかんないというか、まあ、これを、 えっと、一致することを確かめようと思ったら、なんか、この場6点必要なわけですね。6個の点が、6個の異なる点が必要になる。この6個の、あの、係数があるからですね。で、一般的には何なのかっていうと、これ D プラス2のに、D プラス290になります。なんでかというと、今これ二次期の場合でやってみると、二次期の場合でやってみると、えっと、この、実数はですね、2のところ。これが、 えっと、係数何個あるかっていうと、これ3個あるわけですね。で、時数が1のところ、これえ、係数何個あるかっていうと、これ2個ありますと。で、次数が0のところは、これが係数が1個あると。こういう形になってます。で、今これ二次式の場合ですね。二次式の場合なわけですけども、どういうことかっていうと、一般的には、えっと、今この3と言ってるのは何なのかっていうと、この二次式がどのように作られるかっていうことを考えているわけです。えそうすると、その、今、x と y っていう2つの変数があるんですけども、それを、まあ、その、 えっと、X と Y を何個ずつ取ってきますかっていう、その、取ってき、取ってくる方法の数をですね、考えているわけです。ですかね。で、X が2個だったら X の2乗。X と Y が1個ずつだったら XY。Y が2つだったら Y の2乗ということになっているので、これを計算するときに、これは何が出てくるかというと、これは、えっと、何が3なのかというと、これは、ちゃんとやらないと間違えそうなんですけども、 えっと、私ね、これは、えっと、d, d って書いて d、d はこれは、えっ、ー、と、一般的なんですけども、でこれは、えっ、ー、と、から、えっ、ー、と、係数を、ちょっと待私ね、ちょっと、今なんかパッと出てくるのな,なってしまったんですけども、えっと、ここは、ただ今は、これは、えっと、またさに、ね、<laughs> x の二乗、xy 倍の二乗って言ってるんだから、えっと、 これ3チューズ1でいいかなこれ3チューズ1で、えっと、やりてくると。なんで3チューズ1なんだろう、まあ、ちょっとなんか自分の中でき考えがまとまってない気がするんですけども、えっと。で、これが、これがチューズ1で、これが1チューズ1のはずなんですけども、ちょっと待ってくださいね。なんか、えっと、うまく、えっと、 説明はできないんですけども、まあ、いずれにせよ、D プラスにチューズ2になるということになりますと。ちょっとこれはあんまり説明をちゃんとする気がないみたいでいきませんけども、まあ、こうなりますと。で、同じように、すみません。同じように N 変数の場合、実数が高々 D だったら D プラス N チューズ N になるただこの2の部分が今2変数だったんですけども、N 変数の場合には N になるということですね。 そうか。だから、これは分かんないってことは、これは、えっと、演習問題で考えていただければいいってことになると思うので、ちょっと、じゃあ、これはそういうふうにしましょういうことです。で、例えば、じゃあ、この D プラス N チューズ N っていうのが何なのかとこれ、これ見る例えば N が100、100変数の多項式10字だとすると、この D プラス N チューズ N っていうのは、これ計算すると、こんな感じになる。と読み上げられませんけども、これ約46兆ですね。約46兆だと。いうことになります。いいですかね。ってことで、 これはもうすごく大変なわけです。46兆もこの点を評価するってこれ大変ですね。これは大変だと思うと思うんですけども、でそうするとまあ困っちゃうなとてことになるわけですね。まあ、もちろんですね、これ展開するのもこれ大変なんですけども、えっと、この評価による方法でもこれ大変だなといことになります。展開もっと大変ですけども、評価による方法でも大変だってこと思います。 で、そういうことで、ちょっと今からやりたいのは何なのかっていうと、評価をするんだけども、そのたくさんその D プラス N チューズ N 個も選ぶんじゃなくて、えっと、評価する点をランダムに選ぶようにしましょうというふうにしたいっていうのが今から考えるランダカアルゴリズムです。で、まあランダムに選ぶって何なのかと、今ですね、えっと、実数 X っていうのをランダムに選ぼうとするんですけども、その、 そうなですね。だから、その実数をランダムに選ぶっていう言葉は非常に危険で。どうすいません。何 <laughs> 実数ランダムに選ぶっていう言葉は非常に危険で、なんでかっていうと、まあ、数直線があるわけです。数直線。 だから、そこ、就職線っていうのは、その、まあ、まあ、言い方はいけないかもしれませんけど、なんか、マイナス無限大からこう無限大まで、こう、なんか、横たわってるわけです。で、その中の一つの実数を一様に選ぶってことはできません。だから、今、この中、無限に広がってるんですけども、その、この無限に広がってる空間の中の一つの点っていうのを一様に同じ確率で選ぶってことはできないですね。まあ、その一様分布ってのは存在しないわけです。この R ってものの上に。だから、 ランダムって何なんだってことをちゃんと言わなくちゃいけなくって、で、それを、ま、ここではこういうふうにしましょうというふうにしています。何なのかっていうと、まず、評価する点の候補となる有限集合 S っていうのを、これ決めます。これは何でもいいです。でこれは有限にします。有限な集合を、なんから実数を有限かと取ってきて、この S という集合を作りますで。これは何でもいいです。何でもいいです。で、 S, S の N 乗から一応分布に従って点を選ぶ。今 S ってのは有限集合ですから、これ S の,れ S の N 乗ってこれは、えっ、ー、と、S のこれ直積ですね。S、S、だからこれは直積で、S×S× 点点点 ×S なんだけども、これ S が N 個、並んでいるような直積ってことですね。うん。だから、えっ、ー、と、それを、あの、考えると、この S の N 乗っていう集合も、S が有限集合だったら有限集合なわけです。 ちょっと順番をもう一回変えていますけども、S が有限集合だったら S の N 乗も有限集合なわけです。だから、その上の一応分布っていうのは、これはあります。有限集合ですから。ですかね。ってことで、それに従って点を選ぶってことをしましょうってことをやって、その点をこの評価する点として使うってことをします。で、やってみましょうということになる。から、考える状況はこんな感じです。今、まあ、N と D って、まあ、あの決まった自然数、まあ、整数があるとして、 p っていうのが n 変数実多公式。あまあ、係数は実数とします。係数実数で n 変数。で、実数たかだが d だとします。で、これは口頭的にゼロではないとします。口頭的にゼではないかどういうことかっていうと、ここにこれは定義が書いてあって、ある実数 x、さらにある実数 n 個組 x に対して px が0ではないと。いうことですね。で、s 先ほど言った通り、実数有限集合です。ですかね。で、 何するかっていうと、S から一応分布に従って独立に R1 から RN を選びましょうとで。これは先ほど言ったその S の N 上から1個の点を、えっと、一応分布に従って選ぶのと同じです。同じです。一応分布に従って独立に R1 から RN を選んで、この R1 から RN を使って、この P っていうのを評価しましょうと。ですね。ですかね。で、もともと P っていうのは、高頭的にゼロではないから、本来は、 えっと、なんだろうな。えっと、この、あ、それもまず置いといて。そりじゃここに書いてことを、まず言いますね。で、それで評価します。で、評価したときに、それがゼロとなる確率を考えます。この確率っていうのは、この S から一応分布に従って、R1 から RN を選ぶというときの確率です。で、その確率がこれ以下ですよと。S の要素数分の D 以下ですよと。いうことです。 で、これはですね、シュワルツ・ジッピョの個体と呼ばれていて、これが非常に重要な性質になります。で、これ、まだから、重要なので赤くなっているということになりますね。で、この個体を使うことによって、このランタクアルゴリズムの解析ができるようになります。で、それをお伝えしたい。それをお伝えしたい。で、気分を言うと、何なのかっていうと、P っていうのは、えっと、あ、それはやっぱりこの気持ちは伝えられないです。気持ち伝えようと思っても、 あとで言うことが分かってないところ気持ちでは伝わらないので、まず先に、えっと、じゃこれをどのように多項式の同一性判定で見つかるのかってことを言います。で、ここからこういうような多項式同一性判定問題に対するランカアルゴリズムが考えられます。で、それをどうするか。まずはじめには適当にこの S っていう有限集合を選びます。これ有限集合ですね。で、R1 から RN っていう実数を S から一応分布に従って独立に選びます。 ですね。で、何するかっていうと、もともとしたかったのは、px イコール qx が、任意の、今、NG、n 変数関数考えてますから、任意の、その、実の n 個組に、対して成り立つかってことを考えたいんですけども、これは、px マイナス qx が、イコール0 となるかどうかっていうことが人間の X に対して成り立つかってことと、まあ、同値なわけです。まあ、この QX を左にこう持ってってたわけですね。で、何なのかっていうと、この PX-QX が0かどうかってことを,そこを考えましょうと。で、それの X として今、この取ってきた R1 から RN を使いましょうと。で、それを使って PR1.RN-QR1...RN っていうのが0だったら、これとこれは、 同じなんだから、その時には思い切って R1 から RN を使ったら P と Q が同じだってことが言えたので、その時には実は,実はこう多公式としても同じであるというふうに出力しちゃいましょうという思い切ったことをします。で、そうでなければ同じじゃないと出力するということです。本来はその任意の整数じゃなくて、えー、と実数の組 X に対してこの2つが等しいアイドルとことを 言いたいんだけども、そのすべてのってところを適当にランダムに選んできた R1 から Rn に変えてしまって、その一つの点だけで判断しましょうっていう、とても思い切ったことをしているランタカルオリズムです。で、こんなのでうまくいくのかってことなんですけ、ね、どこれが実はうまくいってしまうっていうのが、このランタカルオリズムの怖いところで、それを今から言いますと。で、じゃあ仮に、この P と Q っていう多項式が同じ場合、任意の X に対して PX と QX が同じだとき、 このアルゴリズムは何をやってくれるかっていうと、これ任意の x に対して px と qx 同じなんだから、特に r1 から rn に対してもこの p と q の値は同じなわけです。いいですね。この任意の x 同じなんだから、特に r1 から rn を選んできても同じになります。だから必ずこの7番の前の条件、これ必ず成り立ちます。どんな r1 から rn を選んできても必ず成り立ちます。だから、この同一であるという出力はこれ必ず正しいです。いいですか 必ず正しい出力します。ですかで、この場合はよろしいと。じゃ、そうじゃない場合。ある X で違う場合。ある X に対して TX と QX が違う場合。これはどうなるでしょうと。で、そうすると、この時には、この X においては X、TX-QX っていうのは0ではないわけです。この、この、この X の場ですね。この、うん。ってことは、今で、 問題、でポイントなのかっていうと、この p q っていうのを考えると、これは多項式です。で、多項式で、えっと、これは、だからこの x においてはゼロでないから、口頭的にはゼロでないわけですね。だから p、p q っていうのは多項式であって、先ほどのシュバルツ・ジッペルの、えっと、古代の仮定を満たしてるわけです。こ口頭的にはゼロではないっていう仮定を満たしてます。で、じゃあ、次数は何でしょうと。今、えっと、p と q の次数、 えっと、p と q の次数はもともと d だっていうふうに思ってるんですけども、えっと、そうすると、えっと、p-q の次数が、まあ、d 以下であるということになります。だから、まあ、これは、えっと、まあこ、ここでは今 p-q の時数が d の時とか書いてますけども、まあ、p、p-q の時数が d だったら、先ほどのスバルト実験の答えから、この差が0となる確率は、s の要素数分の d 以下になるってことが言えるわけです。 で、これ何を言ってるかっていうと、これは、えっ、ー、と、どこと同じかっていうと、このならばの前の状況と同じですね。つまり、えっと、この、えっと、イコールゼロが成り立っているときには、これは、えっと、アルゴリズムが同一であるっていうふうに出力してしまうわけです。で、ここの式が何なのかっていうと、つまりその同一であるというふうに出力してしまう確率は、S, <S A 社の要素数分の D 以下ですよっていうふうに言ってます。で、実際は、この式成り立ってますから、同一じゃないわけです。P と Q っていうのは。 だから、同一であると出力したそれは間違いなんですね。間違いなんだけども、間違う確率が小さくなりますよってことを、このシュワルツ実験の答えっていうのが保証してくれます。いいですかで、で、例えば、この S の要素数として、なんか100万。で、まあ D が10だとしましょうと。そうすると、この S の要素数分の D っていうのは、これはえっと10万分の1になるわけです。で、これは非常に小さいと。 だから間違う確率は、この S っていう集合の取り方にもよりますけれども、S っていう集合をすごく大きく取っておけば、すごく小さくできます。で、まあ、別のことを言うと、正しく出力する確率は、えっと、この間違うという、間違うこの、えっと、えっと、えっと、事象の四事象ですから、正しく出力する確率は1マイナスこの小さい十万分の1。 で、だから正しく出力確率はすごく大きくなるということになるわけです。いいですかってことで、この多項式同一性判定問題に対する、なんか、こんなんでうまくいくのかというふうに思えるようなアルゴリズムというのは、実にうまくいく。実にうまくいく。すごいですね。ってことで、それをお伝えしたいと。だからそうすると、縛ジップの答えっていうのが今あるんだけども、これは今から証明します。証明します。 で、この証明は、その、我々が知っている確率の知識で割と簡単にできますということになります。で、問題はですね、えっと、何なのかっていうと、これはこれでよろしいんだけども、じゃあこの10 100万、S の予想速度100万、こんな、えっと、S 用意できますかということになるわけですね。で、これが問題で、なんか、まあ、適当に R 選べばいいんだけども、なんか、その、100万もなんか、 こういう要素を持つんかエツというのを用意して、そこからランダムに選ぶっていうの、これもなんか大変なんじゃないかというふうに思うかもしれないわけです。でだから、もしかしたらちょっと100万選ぶの、これ大変。まあ、せいぜいなんか、我々、えっと、1万ぐらいしか選べないかもしれませんねっていうことになるわけですね。で、そうすると、1、これ一万しか選べなかったりすると、ここの、えっと、確率、これ1000になった、千分の1になったりします。で、1000分の1は10万分の1に比べて、そんなに小さくはないですよねということになって、ちょっと心配になってくる。だから、この、ただ、 この間違い確率が大きくなってくる可能性があって、そうするとこんなんでいいのかなっていう気分にもやっぱりなってきますよね。で、そこら辺のトレードオフというか難しさがあるわけです。どのようにその S を選べばいいのかということになります。で、まあ、とりあえず、今作った乱択アルゴリズム、良い点と悪い点を言いましょうと。えっと、まず評価は簡単。これは先ほどのこの、その乱択にしないときの評価と同じです。評価は簡単です。で、多変数多公式でも評価する点の方がは少ない。今のはやっぱり1個だけ。 もう、だからもう、その、この多変数多項式の場合に、その、必ず分かるためには D プラス N チューズ N 個選ぶ必要があったんですけども、今このアルゴリズムだったらもう1個しか使えませんよ、というふうになってるわけです。すごい話ですね。だけども、悪い点は、もちろん間違う可能性があるわけです。P と Q っていう多項式が同じだったら必ず正しい 出力をするんですけども、P と Q が違う場合には、間違って同じであるというふうに出力をする可能性があります。で、それは悪い点です。だけども先ほど言った通り、シュワルツ・ジッペルの個体っていうのを使うと、その確率っていうのはすごく小さくなるように、Large S という集合を選ぶことができますよということが言えるようになります。からそこが今日のポイントです。一つ目の。 一応、えっ、ー、と、まあ、表にしてみた。表にして分かりやすくなったかどうかは別にして表にしてみた。えっ、ー、と、展開する方法、評価する方法と乱択して評価する方法。で、三つ。必ず分かるという、必ず正しく答えが得られるという意味では、展開し、からそ乱択でないものは、まあ、えっ、ー、と、素晴らしいんだけども、乱択アルゴリズムはそうではない。で、これがその、一番初めに言った、このアルゴリズムがモンテカルロ型ですよという話になっているわけです。だから、から書いていきましょうね。だから、これはだからモンテカルロ型ですよと。 だから間違いなこともある。で、計算が簡単なのはどうでしょうか先ほど言ったとり、評価は簡単ですって言ってるんで、その評価を使うのは2つは簡単ですねで点で。で、評価する場合、点の数が少ないのは乱クの方と。乱クの方はすごく評価の数が少ないと。評価する点の数で少ない。先ほど言ったとおり、乱クしない場合には D プラス N チューズ N を使うことになって、N が100とか D が10だったらこれ46種ぐらいになるんだけども、乱クの場合1個しか使えませんよということになってしまうと。 だけども、まあ、間違えることがあり得て、でもその確率っていうのは S の要素数分の D 以下ですよということになって、まあ、先ほど言った通り S の要素数をすごく大きく取れば、これはかなり小さくできるということになります。いいですかね。ということで、まあ、よろしいんですけども、先ほどちょっと言ったみたいに、この S を大きくすれば、この確率自体ができます。だからその間違いを自するには、 S, s を大きくすればよろしいと。先ほど言ったみたいな形で、まあ、d が10だから、えっと、10字式。字数が10であったら、まあ、s の要素数として100を取れば、まあ、この確率10分の1になるし、s の要素数として200を取れば20分の1になると。で、先ほど言ったみたいに s の要素数として100万を取れば、えっと、この s の要素数分の d っていうのが10万分の1になると。ということで、 S, S の予想数を大きく取ればいいですね、とのことなんだけども、S の予想数をなに大きく取ることが、もしかしたら、その、考えているコンピューターでは難しいかもしれない。で、そういう場合、アイデア2っていうのがあります。同じアルゴリズムを繰り返し実行する。繰り返して実行する。どういうことでしょうかと。次のページ。今ですね、こういうことをします。今、その、K というものがあって、これが反復回数だとします。で、何かというと、先ほどのアルゴリズムを K 回独立に実行します。 そうすると、軽快独立に実行すると、まあ、1回目、2回目、3回目、4回目、点点点、軽快目の実行結果が返ってくるわけです。で、その時には、同一であるとか、同一であるとか、同一でないとか、同一であるとか、同一でないとか,いとかってことが、まあ、その1回1回言葉、えっと、返ってくる、えっと、えっと、返ってくるその出力が違うかもしれないわけです。 ランタカアルゴリズムで、モンテカルド型だから。で、このアルゴリズム全開としては、こういうふうに、そのなんか、警戒実行した時の結果が返ってきてるんだけども、それを見て、このアルゴリズムは、一回でも、その、一緒ではないと。いうふうに返ってきたら、同一ではないと出力しましょうというふうにします。で、そうじゃなくて、ずっと、えっ、ー、と、同一ですよというふうに言っていたら、 同一であるというふうに出力しましょうというふうにします。だからこの上の場合、この場合には同一でないと出力します。この、えっと、出力が全部ある、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 同一であるってなったら、その時は同一であるというふうに出力するということです。ですか。で、先ほど言っていたのは、えっと、一回一回の実行はどういうふうになっているかっていうと、この二つの P と Q っていう 多公式が同一であるんだったら、必ず正しい答えを返します。なんかその前合にはこの必ずあるっていう答えを返すので、その時にやっぱり正しい出力をこの警戒反復しても、この場合行うわけです。じゃあ、そうじゃなくって、えっと、この P という Q という、えっと、た公式が同じではない場合、同一ではない場合、つまり、ある X に対して PX と QX が違う場合は、何が起こるでしょうかというふうにする。で、そうすると、今、なんか上のようなことが起きてる,る場合にはない。 と正しく出力するんだけども、そうであってもなんかランダムに選んだ点がすごく悪くって、全部のところであるというふうに答えてしまって、間違えて同一であるというふうに答えてしまう可能性はまだあるわけです。の警戒反復しても。ただし、その確率がすごく小さくなります。なんていうかっていうと、1回1回間違ってあると言ってしまう確率は先ほどのシュバルト実験の答えから色が見えないので変えますと、その確率はえっと S の要素数分の D なわけです。 だから、経過続けて間違う確率っていうのは、多くても S の要素数分の D の形状になります。いいですか。経過間違えて、あ、経過続けて間違える確率では、その間違える確率の形状なわけです。いいですか。で、そうすると、先ほど言ったように、例えば、なんか S の要素数が100で D が10だったとして、この S の要素数分の D、 いうのこれが10分の1だったとしても、K が、例えば、まあ、なんだろう、ね、えっと、20とかだとすると、この S の要素数分の D の形状っていうのは、中の1、分十分の1の20乗なわけです。で、これは先ほど言ってたのが10万分の1よも、これはるかに小さいです。10万分の1がどのほうがちょっと、10の何乗がちょっとわかんないんですけども、でもそれよりもはるかに小さいです。で、それは、だから S100、 100個の実数を取ってくるだけで、で、しかも20回繰り返すだけで、こんなに良い、えっと、こんなに小さい間違い確率が得られるということになります。で、これは非常に強力です。S を大きく取る必要はなくて、S という集合の要素数は小さくていいんだけども、同じアルゴリズムを軽快反復する、でもその K もそんなに大きくなくて良い。 で、それによって、間違い確率っていうのを指数関数的に小さくできます。で、これが素晴らしい。で、この技法のことを、えっと、確率増幅と言ってます。反復実行により、間違える確率を指数関数的に小さくできる。ですね。で、これは、このモンテカルロ型乱沢アルゴリズムにおいては上等したんです。なんか間違える確率っていうのはなんかこう出てくるんだけども、それを、このような反復実行を行うことによって、 指数関数的に間違う確率を小さくできたり、指数関数的に誤差を小さくできたりということができたりしますあ。指数関数的に誤差を小さくできたりちょっと言い方は良くないんですけども、まあ、この場合、その間違う確率を指数関数的に小さくできます。小さくできます。で、これは非常に強力なので、ぜひ皆さんもなんかランタカアルゴリズム、特にモンテカルロ型のものを、えっと、なんか実行するというか、あの設計した場合には、なんかこういうアイデアをぜひ持って考えてみてくださいということになります。 よろしいですかということで、このようにすれば、先ほど言っていた多項式の同一性判定の問題が解けるようになるということになります。で、これちょっと後で例がありますけども、あえー、と実験はしてますので、後で例を見ますけども。えー、で、今からまずやられてるのは、そのしばらく実験の答えっていうのは重要な役割を果たすので、それをまず証明しましょうということをします。で、その後に多項式の同一性判定の、えっ、ー、と、応用として、このグラフにおける完全マッチの存在判定って話をします。 その2本立てで今から話をしていきます。はい。じゃあ、スワルチップの答え、証明しましょうと。どういうものだったかっていうと、まあ、N と D という整数があって、P は N 変数自ジ公式で、次数が高々 D のものだとします。で、それは口頭的に0ではないとします、ね。S という有限集合がありまして、S から一応分布に従って、独立に R1 から Rn を選んだとき、そこで P を評価したら0の長靴というのは S の予想数分の D 以下ですよ、ということになります。はい。 で、これはですね、n に関する機能法。n は何だったかっていうと、これですね。だから、これは変数の数に関する機能法です。だから、まずは n が1の場合をやります。だから、n が1の場合ってことは、次数が1の場合ですね。で、時数が1の場合は、我々は割といろんなことを知ってるわけです。で、こんな感じになってる。じゃあ、数が1の場合。そうすると、これだから、えっ、ー、と、1変数多公式なわけです。 何がいいですか ?p が、p は一変数多項式なわけです。で、今、ここに書かれて、ここに書いてるのは,は、これは p のグラフです。横軸 x で縦軸 px、こんな感じですね。で、そうすると、今、実数は高々 d なので、この、えっと、まあ、y 軸って言っていいんですかね。こことは何回交われますかっていうと、これは高々 d 回なわけです。 まあ別に言っすると、えっと、この多項式 P っていうのは何個実数解を持ち得ますかと言われたら、その実数解の数はたかだか D なわけです。二次式だったら、たかだか2個しか実数解を持ちませんよね、ということです。じゃあ、そうすると、何なのかというと、今、えっと、R っていうのを S という集合から選んでくるわけです。で、もしかしたら S という集合は、運悪く、ここら辺のこの、この、 点ですねこの点を全て含んでしまうかもしれないですね。運悪く。1、2、3、4、5、6、7個。これ全部含んでしまうかもしれない。だけども、まあ、他にも S っていう集合は、なんか点を含んでるわけです。たくさん。たくさん点を含んでますと。で、そうすると、えっと、この S の中から1個だけ、えっと、点を選んできて、それを R とするわけですけども、それが、この、ちょうどこの、なんだろう、P を、 ゼロとするようなところから取られてしまう確率は、全体の集合の要素数から、このゼロとなってしまうところの点を選んでしまう、そのゼロとなっている点の数です。で、それはたかだか D であると。いろいう,ようなことですね。ということになって、えっ、ー、と、この式、確率が、えっ、ー、と、S の要素数分の D 以下になるっていうのは、N はの H のときは正しいということがわかります。いいですかね。そういうグラフ、そう字が汚いんで、確認をして。 グラフと。いいですかね。だから、まあ、これは、あの、皆さんよく知っているような、NY1 の時の場合、1変数多公式の状況を思いか浮かべていただければよろしいということになります。で、問題はですね、問題はないかというと、2数が増えると、この、なんかこの PR 以降0となる R の数とかっていうのが、有限項になる可能有限項じゃないかもしれないわけですね。で、それ困ってしまうんだけども、それをでも今からやって,そのやってる話では、ちゃんと回避できるということになります。 はい。じゃあ、えっと、n が k 未満のときには成り立つと仮定して、n が k のとき考えましょう。で、k は2以上渡ます。だから、ね、から証明したいのは何だったかとか、ちゃんと本当書くべきなんだけど、ちょっとここら辺、そこら辺、あの、横着していて書いてないのがあんまりよろしくないんだけども、皆さんはちゃんと書くときに書いてくださいということになります。で、n は k なので、今、えっと、この p っていう、 えっと、多項式を考えてるんですけども、それは、えっと、K 変数の多項式になります。だから、えっと、それはですね、X1 から XK っていう変数を持ってるとしましょうと。で、そう思ったときに、じゃこの P を、えっと、このような形がきます。で、これどう変えてるかっていうと、その XK だけを取り出して、それを、そ,それの愛情の前に、X1 から XK-1 を変数とする多項式を持ってきてるという形にしています。で、 XK の愛情ですね。XK の愛情の前のところに来るのが QI っていう多項式ですという形にしています。で、I は0から D まで動く。なんでかっていうと、今考えている、えっと、多項式っていうのは高々 D 知式だからですね。例があります。これ例です。どう,いうとかいうと、例えば、えっと、 ま、k が3で D が2の場合に px1x2x3 っていうのは例えばなんかこんな感じで書きようとします。で、これはだから x1x2x3 の多項式なんだけども、x3 の部分だけをなんか取り出して、その x3 の2乗、x3 の1乗、x3 の0乗の部分に分けて、その前の部分に x1 と x2 のに関わる部分だけを取り出してきているという形になっているということです。ですかね。で、えっと、この書き方だと、えっと、 X3 の0乗の係数のところは90と書きましょうと。X3 の1乗のところの係数は91と書きましょうと。X3 の2乗のところの係数は92と書きましょうと。いうふうな書き方をしているということですね。で、それで、この時数は D までですね。だから2までなっていると。で、ポイントは何なのかっていうと、今この、係数のところに来ているもの。これ、えっと、全体で2次式だけです。 全体で二次式なんですね。で、今、例えば、X さんの二乗を見ましょうと。で、そうすると、この、えっと、その前の部分かける、X さんの二乗で、これ全体で二次式なんだけども、X3 だけでもすでに、その次数に使ってます。だから、その前の部分の次数は、これはゼロ次式じゃない,ないといけないと。だから、これ X、X1、X2 のゼロ次式になります。前の部分は。で、同じように、この、えっと、真ん中の部分ですけども、これ、X3 があって、これは、えっと、 この X の部分でこれすでに1次使ってますから、ピンクのところの次数は高々1次にしかなりません。そうじゃないとこれ全体が2次式になれないから。だから、コマンドハンドルこれは X1、X2 の1次式になります。高々に。高々1次式になります。で、同じように一番前のところが X1、X2 の2次式であると。高々。ということになるわけですね。だから一般的にはこの QI っていうのが、 手に引く1。1変数多項式ですだから、まず1個変数は減っているで、次数はたかだか d マイナス i です。と、i の部分はすでに I 自分がすでにこの x k で取られているので、残った d i 分の次数しかピンクの部分は取れません。ということになります。いいですか？で、ここでもう1個ポイントがあって何なのか？って言うと、今家庭からこの p っていうのはそもそも口等的にゼロではないわけですね。口等的にゼロではない。 で、もし、この90、91、92、これらが全部口頭的に0だったら、これはこれ、もしこれが口頭的に0だったら、これ全体的に0になっちゃうわけです。でもそれはあり得ないってっい,いふうふに言ってるわけですね。だから、これ口頭的に0じゃないんだから、どこかの QI は必ず口頭的に0ではないということになります。ですね。ある I について、QI は口頭的に0ではないということになります。で、これによって、 えっと、機能法の過程が使えるということになります。で、そのような i の中で最大のものを考えて i スタートします。ですから、ね、だから、そのような i の中で最も、えっ、ー、と、大きいものを考えて i スタートするというふうにします。で、この i スターに着目して、今から式変形していきましょうということになります。はい。で、そうすると、えっ、ー、と、i スターよりも大きいところでは、qi っていうのは口頭的に0なので、この p っていうのは i が0から i スターのところまでで止まります。ですかね。 なんだけど、QI の i が i スタイルに大きかったら QI は高等的に0だから。ですね。で、そうすると、今、QI スターはまず高等的に0ではないというふうに言いました。で、しかも QI の時数は D-i スターです。高々。だから、機能法の過程から QI スターに R1 から Rk-1 をランダムに独立に選んできた時の話。それが0になる確率は、機能法の過程から S, s の素数分の d マイナス i スター以下になるということが言えるわけです。ね、これ機能法の過程です、ね。いいですね。で、今、じゃこの、この式見るんですけども、今この、えっと、この式の x1 から xk マイナス1に i1 から rk マイナス1まで入れましょう。で、xk はそのまんままだ変数のままだとします。まま,まだとします。で、そうすると、 今、この前の部分ですね。だから今だからここ、だからここに r1、rk-1 を入れてあげる。ここも x1 から xk-1 までは r1 から rk-1 入れるんだけど、xk そのままにしときます。xk そのままにしときます。で、そうするとこれは何になるかっていうと、xk はそのまま変数のままで、他の変数全部 r1 から rk-1 っていう、 なんかその特定の時数に置き換えられてますから、これは xk に関する一式になります。xk に関する一時式になります。一時式で時数は i スターですかそれがここに書いたことですね。 なんで、それは重要なのはこ、これは、えっ、ー、と、この Qi スターが、今この R1 から RK-1 を出るときにゼロにならないという過程のことです。ですね、ゼロになってしまったら、理数は、理数は i スターよりも小さくなる可能性があるんですけども、そうじゃなかったら、これはちゃんと i スター自式になります。自変数 i スター自式になります。ですか。で、そうすると、今、またこれ、機能法の過程から、機能法の過程から、この多項式は、 一変数 i イスター字多項式なので、この xn、これ xn だと xk ですね。xk に rk っていうのをランダムに入れましょうと。だからこの今、確率を考えるんですけども、その r1 から r k 実は今決まってますと。で、決まっているときに rk をランダムに選ぶことによって、この qi スターがが0ではないという条件の下で t が0になる確率はいくつでしょうと言ったら、 また、昨日法の過程から、今、この p 何とか何とかは、1変数 i スタージタ公式なので、えっと、それは、0ィ確率は、s の予想数分の i の、あ、i スター以下になるということになります。ですか ?i スタージタ公式だから。この条件のもとで。ということで、今、この2つの式ができました。で、あとは、ま、この2つの式を足すだけなんですけども、何をどう足すのか、ってことを今から言っていきます。 したがって、今、結論としては、この t r1...rk が0になる確率が d 分の、あ、さ、s 分の d 以下になるということを言いたいんですけども、まず、それをどうやって計算していくか。えっと、この、えっと、確率を見て、えっと、まず、倍焼きをします。で、どういう倍焼きかっていうと、この q i スター r r1...rk-1 が0になる場合と、0にならない場合で倍焼きをします。で、0になるという条件のもとの、この条件付き確率。 かけるゼロの確率とゼロにならないという条件のもとでの条件付き確率とゼロにならない確率をかけて走っているという、そういえば場合分けをしてるわけですね場合分け。場合分けをしましたというふうになります。で、この次は、公式になっているんですけども、何なのかっていうと、はじめの項においては、このはじめの、えっと、順番に言います、ね、これはプラスになっていて、どちらも2つの確率がかけています。で、ここで、えっと、はじめの方では、この2つの確率のうちの前の方を 上から1で、この部分を上から1で押さえます。で、そうすると1かける、なんたらかんたら。た何たらその、なんたらかんたら、それがそのままでと。ですね。同じですね。っていうのが初めの部分です。で、後ろの方はどうするかっていうと、この、えっと、後ろに書かれている、この2つ目の確率ですね。こっち側が1以下ですよっていう風な形で上から押さえます。 でそうすると、前の部分かける1以下ですよって形になって、前の部分だけは残るということになります。で、この2つの式ですね。この二つの式。これじっと見てもらうと、前のページのここの2つの式と全くそのまま同じです。うん。いいですかね。ということで、それは先ほどの式から前の部分は S 分の D マイナス I スター以下で、後ろの部分が S 分の I スター以下。 なるということになって足すと S 分の D。ということで欲しかった結論が得られましたということになります。よろしいですかということで証明できたということになるわけです。実はですね、ちょっと技巧的なところはいろいろあったりして、ごまかしている部分もあるんですけども、まあ、こんな形に証明はなるということになります。よろしいですかはい。ということで証明できました。 ということで、手話立ち時点の補題は新しくって、それを使うことによって、先ほどのように多項式の同一性判定ができますということになるわけです。で、まあ、多項式同一性判定っていうのは、どういうところで使われるのかっていうと、い,いろんな <laughs> 応用があって、ということしかちょっとあんまり言えないんですけども、えっと、もしかしたら皆さん今後出会うかもしれない。 で、しえっ、ー、と、皆さん自身がアルゴリズムを作るときにこの考えを伝えることができるということにもなります。で、まあ一つの,その例としてよく知られているもの,とのがあります。それは完全マッチングの存在判定というものです。で、それをご紹介したいと。で、まあ何なのかというと、まず,まず、まあ、完全マッチングって何なのかって、これグラフの話で、まあ向こうグラフにおける概念です。で、これまずか書いてる定義を。えっ、ー、と、向こうグラフ。こういうふうに書いたら、頂点集合が V で、 の集合がで、e、であるとということでしたその完全マッチングと何なのかっていうと、変部分集合、ま、ずその辺部分集合ですね。で、各頂点に対して、その頂点 V に接続する M という今考えているものの辺がただ一つと在する今、この向こうグラフ、これは8個頂点があるんですけども、この青で塗られているもの、これが完全マッチングの辺です。で、どの頂点を見ても、そこに M の辺がちょうど1個接続していると。いいですか ちょうど一個です。ちょうど一個。ただ一つです。まあ、ちょうど一個だから、必ずなくてはいけないし、二つあってはいけない。で、何をするかっていうと、グラフによっては、完全マッチング存在したものがあったわけです。例えば、こんな、こんなグラフですね。これ完全マッチングがない。を持たない。で、 まあ、グラフは完全マッチング持ちますか持ちませんかっていうことの、という問いを、この多項式同一性判定の問題として書けるんですね。これがすごいんですけども、えっ、ー、と、それをやってみようと思います。だから、まあ、こういうふうにですね、そのグラフの問題を、この多項式とかですね、まあ、数と言っていいのかなの問題に書き換えてです、ね、考えるっていうのは、実はすごく重要な方法なんで、まあ、これだけでですね、まあ、一学期間ぐらいの授業はやろうと思えばできるんですけども、まあ、それをやるっていうのが、 えっと、我々の趣旨ではないので、ここではやりませんけれども、まあその触りというか一つの例をここでご紹介するということになるだけですね。で、そのためには多項式を作る必要があります。で、多項式を作る前に、まずですね、行列を作ります。で、今からする話は、ちょっとま、都合により二部グラフに限定した話になります。で、二部グラフでない場合にも同じような話ができるんですけども、ちょっとそれはややこしいので、ちょっとここでは扱わないことにします。はい。 で、二部グラフって何なのかっていうと、なんか、グラフが、まあ、気分で言うと上と下に分かれてる。で、上の方の頂点集合を A、下の方の頂点集合を B として、辺っていうのは、この A と B の間にしか、こう引かれませんよという、なんかこういうようなグラフです。こういうようなグラフのことを二部グラフというふうに言います。で、このグラフの場合には、えっ、ー、と、完全マッチングあって、ちょっと今、色が見にくいので、これは、えっ、ー、と、これかな。 たえっと、完全マッチ例えばここと、ここと、ここと、って感じで選ぶと、これ完全マッチあるとがわかるということになりますね。で、まあちょっと都合上、頂点に番号をつけてるんですけども、まあ A の方は順番に 1,2,3,n とつけて、B' イの、B の方は 1'、2'、3'、n' とつけることにします。うん、で、こういうふうな、えっと、二次、えっと、二部グラフがあったときに、そこから、 行列を作ります。で、この行列どういう行列かというと、これちょっとエドモンズ行列っていう名前がついてるんですけどエドモンズ人の名前なんですけどね。まあそれを置いといて。エドモンズ行列と呼ばれるものがあって、これは何かっていうと、まず N×N 行列です。で、まあこれ下に例があって、下の例見ながらやっていくんですけども、えっと、行の方がこの A の方の頂点に対応していて、 えっと、列の方がこの B の方の頂点に対応していると。と今 G というグラフをここに書いてますけども、ちょっとこれは上のような書き方と,ちょっと違うのはいけないんですけども、A に対応するのが今丸で書いたところ。これが A に対応する方ですね。で、B に対応する方が今四角で書いてる方。で B に対応する方で、で、えっと、どの辺を見ても A と B の間の頂点しか結んでないところなってますから、このグラフは二部グラフです。二部グラフです。で、どういうふうにするのかっていうと、辺があるところに X っていう変数を置いてます。 例えば一と一プライムの間には辺があるので、その一と一プライムに対応する頂点のところ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、成分のところにこの x 一一っていうなんかあの変数を置いてます。えっ、ー、と、2と3プライムの間にも辺があるので、二と三プライムに対応する成分のところに x 二三っていう、えー、と変数を置いてます。で、1とですね、三プライムの間、これ辺ありません。 ありませんから、変がないところには0を書きます。という形で、行列と作ると。いいですかね。で、重要なのは何かっていうと、この中の x 何とかっていう変数をこれを作ってるんですけども、この変数は全部異なるってことです。これ全部異なる。ですね。全部異なる。ってことが、今ここで行われていることです。全部異なる。ですかね。 で、何をするかっていうと、今これは行列を作っただけです。で、今この x11 とか x12 っていうのはこれは変数だと思いましょうと。そうすると今これはなんかこの mg っていう風な行列を作ったんですけども、これはですね、だから1234567だから7個のなんか変数を持っているような行列だという風に思ってほしいわけです。で、ここからこの7つの変数を持った多項式を作ります。で、そのために何するかっていうと、行列式を考えます。行列式ですね。 行列式で。行列式の定義は皆さん知ってるはずなんで、ちゃんと復習をしてくださいということになります。まあ実は次のページに出てきますけども、どれだか行列式を考えますと。で、今考えているこの例ですね。この例における、この 3×3 行列の行列式っていうのは、これは皆さん行列式の計算の仕方を、まあ、あの、忘れてしまったら調べて思い出すということをしていただく。あるいは、まあちゃんと定義を見て、そこから計算できるようにしてほしいと思うんですけども、こんな形になります。こんな形になります。 正しいかな多分正しいと思うんですけども、これで、これで、こうなって、そうですね、正しいですね。はい。で、こうなりますと。いうことで、何なのかというと、これが、これ多項式のわけです。だから、からつまり、これは、えっと、7変数、三次多項式。 今これは、えっと、この例では7変数3次多項式ということになります。一般的にはもっと、えっと、変数の数多くなるし、次数も多くなる可能性があるということになります。ですかね、だから、え、まあ、すねこの行列式っていうのは、この、えっと、ここに書いてある変数を、に関する多項式になっている。変数の数は変の数で、次数は n 以下になります。n っていうのは頂点の、あの、片方、a とか b の、えっと、頂点数ですね。 で、何がポイントかっていうと、この、これ行列式ですね。これ単行式はこれ3つあります。単行式3つあります。これ部分、この部分、この部分。単行式3つあります。この一つ1つ,つの単行式が、このグラフの完全マッチに対応します。対応するというのは、1対1に対応します。何を言っているのか。今ですね、はじめのこの項を見ましょうと。単行式。 これは x11、x22、x33 と書いてあります。でこれは何を言っているかっていうと、1と1を結んで、2と2を結んで、3と3を結ぶような形の完全マッチングがこのグラフにありますよと言っているのが、この11、22、33っていう部分で言っていることなんです。いいですかじゃあ、二つ目の単行式見ましょう。これは X、x11、x23、x3 と言っているんですけども、これは、 このグラフで言うと、どこかというと、1と1を結んで、2と3を結んで、2と3がこっちですね。で、3と2を結ぶ。形で完全マッチングを作れますよ、ということです。2と3を結んでっていうのは2と3プライムですね。こういう形になってます。ですから、で、これがこの 2, 2つ目の項が表している完全マッチングです。 一体三つ目の項どうでしょうとこれ x12x21x33 というのがあるわけですね。で、これは、だから1と2を結んで、2と1を結んで、3と3を結ぶこういう、その、完全マッチに対応するということなるわけです。いいですかで、これは、行列式の定義を見れば、当たり前に思えてきます。で、当たり前に思えるんだけども、それは行列式の定義に見ないと分かんないので、それは次のページでやりますが、今、とりあえず分かったことは何なのかっていうと、 行列式を見て、行列式は多項式ですと。で、多項式の各単項式が完全マッチのに1対1に対応しているというふうに言ったわけです。じゃあ、もしこのグラフに完全マッチングが存在しなかったら何が起きるのかということを考えると、それは完全マッチングに対応する項がないんだから、その時にはこの行列式は口頭的にゼロになります。いいですかだからこの 行列式が口頭的にゼロであることと、このグラフ、考えている二部グラフに完全マッチが存在しないってことは同値になります。いいですかということで、先ほどの多項式同一性判定っていう問題がここで出てくるわけです。そのまんま、そのまんま出てきます。いいですかで、何がポイントかっていうと、今ですね、 これなんか行列、なんか上がったその行列式っていうのを、こういう、これ書いてるんですけども、この行列式をここに書いてあるように、えっと、なんだろうな。その、明示的に計算して、この多項式を計算するっていうのは、これ相当大変です。相当大変です。皆さん、その、なんかガウスの消去法とかいうもので、具体的になんか値が、なんか実数が与えられたときに、この行列式を計算するってことはやったことがあると思いますけども、これ変数のままやるっていうのは、これは大変です。相当大変で。で、 特にこの一つ一つ単行式は完全マッチに一対一対応するんですけども完全マッチの数がすごく多いとそのすごく多い数だけこの単行式出てくるわけです。で、これ手に負えません。手に負えません。だから実際は何,何をするかっていうとこういう単行式を,を作るんじゃなくてこの形ですね。この形。この形のままでこの x1 とこの変数にランダムに割り当てた値を入れてその 割り当てた値にて対してこの行列値を計算するってことをします。で、それは先ほど言ったみたいなガウスの消去法みたいな形のアルゴリズムで割と簡単にできます。ただこの変数が残ってるのか、変数じゃなくて具体的な実数が入ってるのかによって、この行列値の計算って全然難しさが違うんですね。で、それはちょっと頭の片隅に置いといてほしいということになります。では、えっ、ー、と、えっ、ー、と、行列値定義何だったかということを復習しましょう。 こんな形でした。行列と定義。復習ですね。復習です。正方行列があって、n×n 行列としましょう。まあ実質行列としましょう。その時には、こんな形で書けると。これが行列でこれ何だったかというと、まず π っていうのがこれあって、この π に関してはですと。で、π っていうのは、このすべての置換の上で取りますと。で、置換って何でしょうとまあ置換が分かんないかもしれない。で、置換っていうのは、これは前端者のことだと思ってください。 まあ全体質の別名が時間です。というふうに思ってください。で、えー、っと、その、えー、っと、時間に対して、これを考えて、それを全部足しなさいというふうに言ってます。で、これがまず、ちょっといやらしいんですけども、何なのかっていうと、えー、っと、これですね。これは、まあ、その、この行列の成分の、成分の積です。で、N 個のものを積で取ってます。という形になっている。で、 その前に π のサインと呼ばれるもの。これは π の、えっと、符号と呼ばれるものです。π の符号と呼ばれるもので、これはマイナス1か1の値を取ります。で、これちょっと後で説明します。で、ちょっとなんか時間も余ってそうなんで、これちゃ,、えっと、ちゃんとやろうと思いますね。せっかくだから。で、えっと、 下の例があって、ちゃんとやらないで、下の例でちゃんとやります。下の例はちゃんとやります M。N は3の時。N は3の時っていうことは、例えば M っていうこの行列があるんですけども、これは、えっ、ー、と、M11、M12、M13、M21、M22、M23、M31、M32、M33 と、だからこういう形で、えっ、ー、と、まあ、行列かけてるわけです。これ消すと、こうなっちゃうな。これは、ね こう,ですね、こういうふうになってるわけです。で、えっと、まあちょっと、えっと、数字を書きますね、1、2、3、1、2、3。で、なんなのかっていうと、まずこのすべての時間を考えるわけですね。で、1、2、3乗の時間っていうのは6個あります。ので、この6、だから、えっと、このまず、えっと、行列式っていうのは、なんか6個のものの割になるだっていうふうにまず思ってほしいと思いうことになります。で、6個のものがなんなのかっていうと、この π によって変わってくるわけです。 で、π として何を選ぶんでしょうかってことによって、一個一個変わってくるんですね。で、で、じゃあ、例えば、π として、π として、1,2,3、1,2,3をそのまま1,2,3に移すような、これ、高等置間とか、高等シ動と呼ばれるものを考えましょうと。この時、何が起こるのかっていうと、えっと、ここですね。ここは、えっと、エの添え字が、愛、愛、愛なんです。 ですね。で、i が1から n まで動くんで、ここの、この、席の部分。この咳の部分は、この時何になるのかっていうと、m11、m22、m33 になります。ですね。この1の時のもう一個の1っていうのは、この1が何に移ったかってもの入ってるわけです、ね。だからこの1、これはこれ π1 です。ですね。で、それが来ますと。で、この、 サインなんですけども、これは何なのかっていうと、今ここにちょうどこれ矢印書いてるんですけども、この矢印が何回交わりますかっていうものを数えます。これが何回交わるか数えて、それが奇数か偶数かで、 場合はけあるんですけど、奇数だったら、この、えっと、こうですね。サインパイっていうのがマイナス1で、えっと、偶数だったらサインパイっていうのは1になるというふうにします。これ定義、これは、まあ、あの、このサインの定義だと思ってください。まあ、これを本来とか定義じゃなくて、これは、えっと、性質なんですけども、まあ、今回はこれが定義だと思ってください。まあ、これで。えそうすると、これは今、矢印。 3つあって、これは1回も、えっと、矢印同士が交わっていない。この、交わる回数0なので、それ偶数だから、サインが1になります。ということで、m11、m22、m33 の前に、1がくっついて、m11、m22、m33 という項が出てくるということになります。いいですかで、これが、π がこの場合です。パイがこの場合。じゃそうじゃない場合、やりましょう。じゃ次の場合、やりますけども、それは、えっと、 ちょっと待ってね。えっ、ー、と、1が1に移って、2が3に移って、3が2に移る場合。で、この場合は、ここに書いてある、この赤い部分ですね。この赤い部分は M、m11、m23、m32 になります。だこの23という部分は、これ何かというと、2と π2 を並べてるわけですね。で、π2 は今3ですから、23になっていると。ということになります。いいですかで、ここの、じゃあ、この、じゃあ、サイン。 なんでしょうって言ったら、この矢印3本を見ると、ここで1回交わってますから、交わる回数、これ奇数になってます。だからマイナス1。ここでマイナス M11、M23、M32 が出るということになります。いいですかってことを1個1個やっていきます。で、ちょっと時間があるからやっていこうと思うんですけども。じゃ次の場合は、えっと、次の場合は、えっと、ちょっと消えない。消したいんですけどね。 牛消せますかってことですね。待ってくださいね。選べない。ちょっと選べなくなってしまったので、まさね。選べなくなってしまったのは大丈夫かな。もう一回ちょっと。待ってくださいね。選びたいんですけど。これは選べた。 でこれを選べるよしよし。すいません。えー、っと、次は1を3に移して、2を1に移して、3を2に移す。これをやりましょうと。で、そうすると、この赤い部分は M13、M21、M32 ですね。この3、1、2っていうのがこの3、1、2、特に移ってるところにこ対応すると。で、交わってるかつ、これは偶数ですから、サインは1と。ということで、これは出てくると。ということになりますね。 いいですかという形で <laughs>、全部やるとか言っときながらやってませんけど <laughs>、えっと、という形で、あと3つの項も同じようにできるので確かめてみてください。で、これが定義です。これが定義です。いいですかねいいですかで、まあこの時間っていうのが、その先ほどの,あの完全マッチングに対応というところになるんだけども、例えば今こういうふうになんか作るんだけども、なんかどこかが、 0になっていると、この項がこう消えるわけです。だからそれは、その、例えば M32 が0とかって言っているのは、先ほどのグラフのイメージで言うと、3と2プライムの間に変がありませんよってことを言っていて、だからそのように作った時間が完全マッチングに対応しないということになります。で、項が生き残ってくるのは、この、えっと、すべての変数のところに対応する変があることになっていて、それはまあ完全マッチングに対応するということなわけですね。ということで、先ほど言っていた通りのことができまして、 実際に、この MG が、えの行列式が高等点ゼロかどうかってことで完全にマスクの実際に分かるということになります。で、実際にちょっとやってみたと。G が長さ 2L の平路であるときにやってみました。長さ 2L っていうかどういうことかっていうと、まあ、上に N 個あって、まあ、この場合 N が5ですけど、で、下にも N 個あって、これ平路って言って,るってグラフとしてはんこんな感じです。 こんな感じのグラフ。で、まあ、これは、あの、このグラフは完全マッチの2つ持ってるんですけども、だから、えっと、効果的にゼロではないわけですね。えっと、の行列式が、エドモンズ行列の行列式が効果的にゼロではないので、それをラタカーアルゴリズムで調べましたと。で、どういうふうにやってるかっていうと、まあ、N は2から30まで。 一個ずつ変えて、K も、あ、K は全然なくて、その S っていう集合は1から K っていう整数を取るようにしてます。で、K を2から30まで動かして、まあ、それによって S の、えー、と予想数を変えてるって形にしてます。で、えっ、ー、と、なんでしょうね。あの、予列式作って、この S からランダムに選んでやってますと。で、えっ、ー、と、この下の図は何かっていうと、横軸が K です。小さくて見ないでさ横軸が K ですで。で、縦軸が N です。 で、それぞれの N と K に対して100回ずつ実行してくだいます。何回うん。で、1回1回、その、口頭的にゼロであるかゼロでないかってことを、えっと、えっと、出力してるんですけども、その、口頭的にゼロではないっていうふうに出力した、正しく出力した回数を報告してます。で、そうすると、これ、まあ、色でつけるんですけども、もうこれ、ほぼこれ100です。<laughs> ほぼ100、これ黄色。ほぼ100です。 で、そうじゃないところ、その、n が小さかったり、k が小さかったりすると、ちょっと出れるんだけども、まあ、小さな方でもこれ、これ53とか書いてます。だから、非常に高い確率で、正しい答えを出していますっていうのがわかる。で、ちょっとこれだと、これだと、ちょっと成功しすぎちゃって、ちょっと、この後の話につながらないんで、ちょっとこの s のそれだと、ちょっと変えたものを次にお見せします。だから、まず、いいな、なんなのかっていうと、このアルゴリズム、まあ、この例では、 この例では、ちょっとこの例簡単そうなもしなこの例はすごくうまくいっちゃいますということです。で、一方で、これちょっとだいぶ様子が変わってきましたけど S に、先ほどが1から K だったんですけども、を0を入れてみました。で、0を入れると、0を選んでしまったりすると、あ、このランダムに、この S から、えっと、数値を選ぶときに、0を選んだりすると、えっと、このアルゴリズムがですね、口頭的に0であるというふうに出力しやすくなります。 しやすくなるんで、そうするとどうなるかっていう風うに書いたのがこれで、また横軸 K で縦軸 N なんですけども、まあ、先ほどのように、そう簡単に成功することはなくなったって感じですね。だからその、まあ、K が2とかだと、この、 S, s の,中の0選ばれやすくなっちゃって、うん、ちょっとここら辺も見えないんですけども、これもすごく小さな確率になっちゃってます。だけども、k を大きくすることによって、だんだん、だんだん、k を大きくするってことは、つまり、このラージ、えっと、s っていう集合の要素数を多くすることですけども、まあ、それによってこう、だんだん、確率が大きくなっているってことは分かる。右上、これ、これ59九て書いてあります。で、まあ、順番にここら辺から読むと、ここら辺から読むと、えっと、41、37不正、ね、41、37、42、45、46、42とかって形で、えっと、まあ、40代。 だからだんだん50代に大きくなっていって、最後的に今これ59ぐらいまでいってるという形になってます。これ N が30の場合ですね。って感じで、まあその、でまあ全体的な色を見ていただいても、この K を大きくする、の S の予想数を大きくすることによって、このえっと図で言うと左から右に動いていくるんですけども、この成功確率っていうのがだんだん高くなっていくんだってことはわかるということになりますね。いいですかね。で、 ま、これはこれでよろしいんですけども、さっき、端の方に行った、その、モンテカルロ型のアルゴリズムにおいては、確率増幅っていう同じアルゴリズムを何回も繰り返すことによって、えっと、成功確率を上げることができますよっていう話をしたんですって、その図をお見せしますで、それも実際にやってみたと。先ほどの K を 7, 7にして、N は30なんですけども、K を7にしてみると、ちょっと先ほどの図に戻りますけども、これですね、K7、N30 だとここら辺になってて、これちょっともう読めないんですけども、多分これ一桁です。 一桁、一桁ぐらいの確率しかないんですけども、パーセントしかないんですけども、えっと、それを、えっと、反復実行して、えっと、だから、100回反復実行します。で、100回反復実行して、1回でも、えっと、同じではないと言ったら、えっと、行動的に、だから、同じで、えっと、えっと、100回実行して、1回でも行動的にゼロではないと言ったら、行動的にはゼロではないっていうふうに出力するという形にしましたと。 で、その100回反復実行するっていうのを100回やりました。<laughs> いいですかね。100回反復実行するっていうのを100回やって、その正しく、口頭的にゼロではないっていうふうに出力した回数が何回なのか、ではなくて、逆ですね。間違えて口頭的にゼロであると出力してしまった回数が何回なのかってことを、ここに書いてます。に書いてます。はい。今言ったことは、ちょっと間違ってるので、もう一回言いますね。すいません。えっと。 ごめんなさい。えー、っとですね。ちょっと、説明が悪かったんで、もう一回やりますね。乱択アルゴリズム、先ほどの、その、このアルゴリズムですね。このアルゴリズムを繰り返す回数をここで指定します。で、それがこの横軸です。で、それは、ま、あ0から100まで。ま、あ1か,ら1から100まで。えっと、繰り返します。1からまで繰り返します。で、そうしたら、えっと、 ごめんなさい。えっ、ー、と、そ、それは、ごめんなさい。1回から100回までのどれかでまず固定します。で、その固定したのが、この、その、横軸のこの値になります。で、その固定した回数だけ繰り返して、1回でも、高頭的にゼロではないと言ったら、アルゴリズム全体としては、高頭的にゼロではないと試作します。で、それをここで指定した回数だけ、あ、で、で、それを、やります。それをやって、で、それを100回やります。だから、この、この、 反復回数を、これをちょっと、これをちょっと M とかしますかね。M として、M を一つ1から100の中で取って、先ほどのアルゴリズムを M 回実行します。これを1回取ってくれるんです。これ M なんですけども。で、その M 回中に1回でも、口頭的にゼロではないと言ったら、アルゴリズム全体も口頭的にゼロではないと言います。で、すべて M 回で口頭的にゼロであると言ったら、アルゴリズム全体としては口頭的にゼロであると言います。出力します。で、 これ先ほどと同じグラフでやってるので、口頭的にロであるというふうに出力したら、それは失敗なんですね。間違った答えを出せることになります。ですかね。で、そのそ、今言ったこの M 回繰り返すっていうのを100回やります。で、その100回中間違って口頭的にロであると失敗した回数をこの縦軸で書いてます。ですか。で、例えば M が10の時にはここら辺。だから、100回中69回ぐらいは失敗してる。 んですけども、M を大きくしていく。だからその反復回数を多くすれば、それほどこの失敗確率が指数関数的に小さくなっていっているということを見ていってほしいという図なんですね。すいません。だから説明があんまり良ない。だからそうかなこれは先ほどの確率増幅のところでは、ラージ K というふうに言っていたものをここで、あの、ああここでは文字で M の入っていると思ってください。すいません。 ちょっとあんまり、もう一度、姿が良くないですけど、まあ、そういう形になってる。で、これも、まあ、本当に少し数感してきたのかってことをと見るために、えっと、対数、えっと、型対数プロットをします。えっと、この、えっと、縦軸の方だけ型対数プロットにすると、まあ、だいたい直線的になってるかなっていうふうな気が,気がしますね。まあ、あの、チュバルト・ジッペルの古代で出している、あの、確率の式っていうのは上階なので、まあ、場合によってはこういうふうに、その、そこの上階、 を、あの、すごく下回って、その失敗が少なくなっている場合もありますけども、まあ、それはその使っている乱巣の実際の値に打ったりしますが、まあ、大体、その指数関数的に減ってるということがわかるということになります。あ、指数関数的だってことは、つまり、えっ、ー、と、対数軸を取ると直線的になるということですからね。ということで、えっ、ー、と、まあ、わかったということになりまして、まあ、確かに、この、えっ、ー、と、その確率増幅がちゃんとその指数関数的に 良くなっていく、失敗するかきつか数習慣にきくなっているんだってことが、まあ、ここで見て取れるということになります。ああ皆さんもこれぐらいの、あの、あるえっ、ー、と、プログラム書けると思うので、実際にあの書いてみて、確認していただけるといいかと思います。うん、すいません、ちょっと。説明が良くなくて、いろいろと詰まってしまっているところがありましたが、まあ、こんな形になっているというふうになります。はい。では、えっ、ー、と、まとめをしまして、今日は、モンテカルロ型のランタカアルゴリズムの例として、この多項式の同一性判定の話をしました。 で、えー、っと、まあ、このしばらく GPL の個体っていうのがすごく重要なものなので、えー、っと、こういうの使えるようになってほしいなっていうことと、あの、まあ、完全マッチングの存在感定というか、グラフの問題にそういう考え方が使えるんだっていうまあ応用例もありますし、まあ、そうじゃないような応用例も皆さん今後出会うかもしれませんし、皆さんの問題の中でそういうことが使えそうだったらぜひ使っていただきたいというふうに思ったと思いますので、ぜひ考えてみてください。はい。では、これで今日の授業が終わりにします。ありがとうございました。